曇り空の下、東京レース場芝 1600URA ファイナルズ準決勝、18人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気はアイネス風神、2番人気を紹介しましょう。テイエムオペラ王、注目の2大マイル戦覇者待機シャトル、6枠12番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは桜爆心、アイネス封じ、3番待機シャトル、上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。桜爆心を快調に飛ばして行きます。花を奪っていったのは桜爆心号、すぐに続いてアイネス封じ、激しい先行争い、3番手、3番、4番手、待機シャトル、すぐに続いてアマモクロス、それを見るようにテイエムオペラを9番並びかけてきた。その内並んでメジロマックイーン、さらにその内からは1番、2馬身、3馬身開いて17番エルコンドルパサー、内から行く。そしてその外を回ってエイシングフラッシュ、外から14番、少し後ろから4番、それを見るように8番、大ケヤキを越え4コーナーへ。1着の的は外しません。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。アイネス封じ、まだ抑えたままだ。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。待機シャトル、前を狙っているとアイネス封じ、うちで様子を伺う。最終コーナー、先陣を切ったのは桜マシンゴ。待機シャトル突っ込んでくる、4着を切りました。待機シャトル見事な5号抜きを見せる、並んでくる待機シャトル、先頭2人の競り合いだ。上がってまいりました、待機シャトル、残り200、 TM オペラを苦しいけど手間、待機シャトル、ここで抜け出した待機シャトル、足の衰え、待機シャトル1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レースを制した。待機シャトル URA ファイナルズ準決勝を制しました。頂点まであと一つ、決勝へと駒を進めた。2着はテイエムオペラ王、3着は桜爆心王。